願いします。もともと多分あの岩田さんがいい表情を、はい、お願いします。はい、一回じゃあ入っていただきますか。はい、はい、うん、めちゃめちゃいいです。はい、うん、はいはい、うん、はいはい、うん、素敵、はい、うん、めちゃめちゃ可愛いです。はい、埋もれとる、埋もれとる。それはこっちバージョン、左側。あ、うん、いいですね。左手ちょっと気持ち出ちゃうみたいな。はい、うん、すごい素敵。あ、今ぐらいの角度すごい良かった。はい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 、うん、ラストラスト、ごめんなさい、もう一枚。ありがとうございます、ありがとうございます。どうでしょう、めっちゃいい。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、ちょっとこのまま。大丈夫です。いかがですか、この羊に囲まれてすごいですね、初めての経験なんですけど。まあ夢っちゃ夢ですよね。なんかあの中に入りたいっていう夢が叶った感じはしますし、めっちゃいい匂いがしますさっきあの絵描いてもらったじゃないですか、はい、あの羊にちょっと似てるなと思ったんですけど。そうですね、完全に私の描いたイラスト通りですね。お疲れ様でした。ありがとうございました。改めて撮影を終えた感想をお願いします。そうですね、もう本当に言葉の通り泡の中に入れたのでもう幸せでした。先ほどなんかいい匂いするとおっしゃってました、はい、具体的にどういった匂いでした？そうですね、ちょっと甘い感じなんですけど、でもちょっとなんて言うんですか、爽やかな感じもあるので、そんななんか甘ったるいって感じじゃなくて、すごくすっきりしていい匂いでした。最後に商品を使った感想をお願いします。そうですね、私結構あの髪が量が多くって硬くって、結構パサつきやすかったり広がりやすかったりするんですけど、結構毛先の方までスルッとまとまってくれますし、あとツヤも綺麗に出てくれますし、なのでこうドライヤーで乾かした後にこうサラッとするのは結構楽しいのと、あとやっぱりさっきも言いましたけど、匂いがあの香りがすごくいいので、あの毎日デイリーで使えそうだなっていうのは思いました。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。いいんですか、すごい、めちゃくちゃたくさんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。